どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。宮崎駿監督の最新作公開されましたね。結構劇場満員みたいだね。事前に宣伝しないって戦略が心配だったけど、とりあえず、初週の興行収入は結構いくんじゃないかな。あとは評判がどうかやな。リュウさんはいつ見に行くん？来週かな。今週は忙しくてさ。あ、そういえばお誕生日やったな。36歳になりました。おめでとう。そんなわけで、今日のレビューはこちら、風立ちぬだよ。ついにジブリレビューに手を出しますか。ブログの方では前からやってたんだけどね、動画にしてないだけだったんだけど、たまにコメントとか DM とかで、なんでジブリレビューしないんですかみたいなことを言われたことは何度かあるんだ。なんでと言われてもやな、リュウさんは気分で動くやつやから、気分が乗らへんとあかんのや。この作品は、2013年、今から10年前に公開された作品で、引退を宣言してたはずの宮崎駿監督が手掛けた作品で、この作品の後にまた引退宣言してた。結局、引退しとらんけどな。面白いのはこの作品は、宮崎駿監督としては、初めて、実在の人物を扱ってる作品なんだ。ほう。航空技術者である、堀越二郎の半生、そして、自伝小説をもとにアニメにした作品なんだよね。ノンフィクションなん？もちろん、細かいところは違ったり、膨らませてたりする部分はあると思うけど、本筋はノンフィクション。なんかすごそうやな。この作品は一言で言えば、堀越二郎という男の人生そのものを描いてる作品なんだ。物語は、子供時代の彼から始まる。ワクワク。堀越二郎少年は少年時代に夢の中で有名な飛行機製作者のカプローニと出会うんだ。彼に出会ったことで、堀越二郎は航空技術者になる決意を固めるんだけど、時代は戦争へ、そして震災が起こるんだ。激動の時代よな。この少年時代は、ジブリらしい世界観が美しく描かれてるんだ。あの時代の背景描写、服装から、空気感、細かい造形物までこだわりまくった作画が恐ろしさすら感じるレベルだよ。ジブリの作画は他のアニメ制作会社と比べたらあかんほど病的なまでのこだわりやもんな。夢の中で飛行機で空に飛び立つ少年。でも、そんな飛行機はあっさりと墜落してしまうんだ。なんで？彼はひどい近眼なんだ。近眼はパイロットになれない。空に憧れる少年は空に憧れてるのにパイロットになれないんだ。かわいそう。大正時代っていう空を飛ぶことが身近ではない時代。そんな時代で少年はいつか空を飛ぶために、いつか飛行機を作るために勉学に励んでるんだ。丁寧な始まりやな。近眼の少年はパイロットに離れない。でも、飛行機を作ることはできる。子供らしい夢を掲げ、夢に溢れる様は微笑ましく可愛らしいんだよ。そんな彼が、夢でカプローニという人物と出会うんだ。ほう。空に憧れ、同じ思いを掲げているカプローニと少年の夢が繋がってしまうんだ。日本の少年と海外の設計士の夢が繋がる。夢は、同じ夢を持つ同士で繋がっている。人が見る夢という不思議の現象を幻想的に、同時に、どこか身近に見せてるんだ。実在の人物をモチーフにして、ノンフィクション的な内容やけど、ジブリらしいファンタジーな部分もあるんやな。うん、物語の中で、定期的に、主人公の夢とカプローニの夢は繋がるんだ。それがきっかけになって、主人公は、また、自身の夢に一歩近づいていく中で、同時に、カプローニは夢を終えていく。なんで？創造的人生の持ち時間は10年、と彼は言うんだ。クリエイターとして、最大の能力を発揮できるのが10年。それは、宮崎駿さん自身が感じてることなのかもしれないね。そう言いつつ、自分自身は50年くらいやっとるやん。この時代の飛行機は、人を運ぶためだけじゃなく、同時に戦争の道具なんだ。彼らの夢は、人の命を使うためにも使われる。夢を叶えるためには、戦争の道具と分かっていても、そうでもなければ、この時代に飛行機を作ることなどできないんだ。世知辛いな。夢のために戦争すら利用する。それが、夢という名の狂気に囚われた者の差がでもあるんだ。美しい飛行機を作りたい。そんな漠然とした夢を主人公は、木陰世界を回る。久石譲さんの手掛ける曲もさすがなんだよね。出た。大正時代の空気感、時代を感じさせる曲調が、自然と、ジブリの世界に、宮崎駿の世界に、この作品の世界に連れて行ってくれる。久石譲さんも、ほんますごいよな。最新作にも、当然起用されてますし、宮崎駿と久石譲のコンビは不当や。おそらくなんだけど、この動画を見に来てる人たちが気になってるのは声優だと思うんだよね。あ、そういえば当時も賛否両論でしたね。この作品の主人公を演じてるのは、新世紀エヴァンゲリオンの監督でおなじみの庵野秀明監督なんだ。なんで庵野ってみんな言ってましたよね。もちろん、彼に声優としての経験はないんだ。いい意味でも悪い意味でも話題になったし、当時は有名な映画レビューサイトで気になって画面に集中できない、せっかくの感動も台無しである、とまで書かれてたくらいなんだ。くさ、私自身、当時見る前は、笑うくらいのつもりで見に行ったんだけどさ、あくまでも、私個人の感想ってことを念頭に置いてほしいんだけど。ん？この作品の主人公である、堀越二郎というキャラクターと、庵野秀明さんの声、そして、演技というかその喋り方が、奇跡的にマッチしちゃってるんだよね。マジですか？堀越二郎という男は、朴訥とした感じなんだ。淡々と、自分の仕事に励んで、感情を、あまり、
普段は表に出さない。叫ぶシーンなんてほとんどない。叫ぶって、演技って、演技力出ますからね。そういうセリフがなかったことも大きいと思うんだけど、ひょうひょうとした喋りと飛行機のことに夢中になると、空返事しかしかしない堀越二郎というキャラの喋り方と、庵野秀明氏の声が何ともマッチしてるんだよ。ミラクルが起きましたね。彼のセリフ、そして演技に感動させられるんだ。中盤で、あっさりとヒロインの父に、ヒロインとの付き合いを許してもらうシーンがあるんだ。あっさり。ここのシーンは、驚くほどあっさりしてるんだ。好きです。はい。ナホコさんですと、淡々に言ってる。本当に、あっさりと二人が付き合い、結婚を約束するというシーンを描写してるんだけど、これは、庵野秀明の演技というよりも、堀越二郎のキャラ性ゆえなんだ。庵野秀明さんの演技が原因ってわけやないんやな。終盤で、綺麗だよって、何度かヒロインに言うシーンがあるんだけどさ、この、綺麗だよという言葉が、本当に染み渡るんだ。いつもは、感情を表に出さない、淡々とした男だからこそ、本当にヒロインを愛してて、綺麗だと思ってるからこそ出る言葉が、染み渡るんだ。庵野秀明監督やるやんけ。結核という大病を患ったヒロインが寝巻き姿で寝ている姿、結婚式での綺麗な阿部姿を見て、自分の気持ちを抑えられず思わず綺麗だよと溢れるような演技は名演技としか言いようがないんだ。名演技とまで言いますか。まあこれは個人の感覚によって左右される部分が強いと思うけど、私は否定的な立場で見たら意外と合ってて驚いたんだよね。最初のハードルが低かったからこそかもしれへんな。この堀越二郎という主人公が独特なんだよ。震災が起こっても冷静に取り乱したりしないし、目の前で飛行機が落下しても先にあるものを見てる。冷静で慌てへんキャラクターなんやな。そんな彼がそう見せるのがヒロインである里見直子なんだ。震災の時に困ってる彼女を助けて、偶然秘書地で再会するんだ。秘書地って言葉最近はめったに使わなくなったな。堀越二郎はその時に挫折のようなものを味わってるんだ。そんな中で彼女と再会する。おう。里見直子は堀越二郎に対し、震災の時に助けてくれたあなたは王子様のようだと言うんだ。堀越二郎はそんな彼女の純粋さや笑顔に惹かれたのかもしれない。ええな。二人が居続きになって、何がきっかけで結婚に至ったのか言葉や明確なシーンはないんだ。二人は再会して言葉を交わし、紙飛行機に気持ちを乗せて心を通じ合うんだ。何そのロマンチックさ。恋に落ちるのは本当に一瞬で、あとは心を確かめるだけ。そんなメッセージが伝わってくるような、何とも和ませるシーンなんだ。宮崎駿監督がここまでドストレートに恋愛というものを描いてることにニヤニヤしちゃうんだよね。宮崎駿監督の作品って結構そのあたりにもした表現したり、明確に付き合うとか結婚するみたいなのってほぼないもんな。でもそんな彼女は結核を患ってるんだ。この時代の結核ってやばいやん。うん。それでも彼は彼女と結婚したいと思うんだ。彼女に惚れ、彼女を愛してる。ええー、なあ。彼女が倒れたと聞けば、普段は冷静なはずの堀越二郎が涙を流しながら列車に乗り込んで彼女の元に駆けつけるんだ。普段は冷静だからこそ、そのギャップが魅力になっとるんやな。彼女は行きたいと思ってるんだ。彼と共に、人生を、残りの時間を過ごすために、そのために、高原にある病院に転院してしまうんだ。当時の結核の治し方って、そんな空気が、ええところにみたいな感じなんか。たった一人で、寒い中でも、外にベッドを置き、そこで眠るだけなんだ。この時代の、結核という病気の恐ろしさを如実に感じさせてくれる。時代そのものを描いとるんやな。でも、終盤で、彼女は死期を悟ってしまうんだ。このままここにいても治らない。そう思ってしまった彼女は、山の病院から抜け出し、堀越二郎の元へ訪れるんだ。切ない。もう彼女に残された時間は少ない。そう感じているからこそ、その残りの時間を彼と過ごすことを決める。そんな残された時間のない二人が挙げる結婚式がね、泣いちゃうんだよ。見るの3回目くらいなのにですか。小さいながらも結婚式を挙げるシーン。仲人と彼らだけの4人だけの結婚式。そんな中での彼女の美しさは、堀越二郎と同じで思わず、綺麗だと呟いてしまうほど美しいんだ。ああ、やばいわ。二人の生活は、儚げなんだ。小さな離れで、妻は、夫の帰りを待ち、彼が持ち帰った仕事をしている横で、布団に入りながら、彼の手を握ったまま、眠りに入る日々。それくらいしかでけへんのやな。彼女は、病気で苦しむ姿を決して見せないんだ。必ず朝起きて化粧をして、彼が、どれだけ遅く帰っても、待ってる。ずっとお家にいてあげればええやんけ。創造的人生の持ち時間は10年。これは、堀越二郎の航空技術者としての時間を示唆してて、同時に、結核という大病を患ったヒロインの時間をも示唆してるんだ。悲しすぎるやろ。二人が結婚したのは、この時間のうち5年以上の時が経ってる。あと5年しかないんだ。ああ。二人には、二人の時間が短いと分かっているからこそ、タバコを吸う時間すらも、二人にとっては、一緒にいたい時間なんだ。一秒でも一緒にいたい。でも、同時に、仕事も、彼の人生には捨てきれないんだ。仕事人間やな。夢は呪いなんだ。彼女の元へ行く時の電車の中でも、彼女といる時でさえ、彼は、飛行機の設計から離れることができない。夢という名の呪いにかかってしまっている男は、愛する女性の時間が少ないと分かっていても、
その呪いから解放されることはないんだ。わかるようなわからへんような。彼女のことを思えば仕事を辞めるという選択肢もあるんだ。でも堀越二郎という男にはそれができない。里見直子もそんな男を愛しているからこそ受け入れてる。愛としか言いようがないな。でもせめてもの呪いへの抵抗として彼は片手を彼女に捧げてるんだ。シャンクス、両手で仕事をした方がはかどるところを彼は片手だけで彼女の横で仕事に勤しむんだ。ああ、何その意地らしい愛情表現。それが堀越二郎の彼女への最大限の愛情表現で、そんな愛に彼女も甘えて浸ってるんだ。ええな。そして10年という月日はあっという間に過ぎていくんだ。堀越二郎が作り上げた美しい飛行機は戦争から一機も帰ってこず、里見直子は亡くなっている。悲しい、悲しすぎる。生きねばというセリフは CM とかで何度も描写されてたけど、この生きねばってセリフは二人の10年を示唆してて、そして堀越二郎の今後の人生をも示唆してるんだ。たとえ一人でもやな。ストーリーとしては決してハッピーエンドとは言えないんだ。でもバッドエンドとも言えない。せやな、二人は幸せやったんやもんな。実在の人物をモチーフにしたからこその一人の男の人生を見たような、そんな不思議な感覚に包まれてストーリーは終わるんだ。すごい染み渡る作品やな。すごいストーリー構成は詰め込んでる感じなんだよね。ストーリーとストーリーのつなぎになる部分が冒頭から中盤までほとんどなくて、唐突に場面が入れ替わって、時系列も1年や2年あっという間に過ぎていくんだ。今までのジブリ作品やと短い期間の話やったけど、この作品は10年くらいの時間を描写するからこそのストーリー構成なんやろうな。子供時代を直前まで描写していたかと思えば、次のシーンでは主人公はあっさりと大人になってる。この早すぎるストーリー展開は本来なら賛否両論とも言えるんだけど、ここでジブリの作画能力とジブリの雰囲気作りが後押しするんだ。おう、圧倒的な絵力で場面が変わって時系列が変わっても、これはどういう状況でどうなったかをセリフやナレーションではなく絵で理解させるんだ。さすがジブリ。例えば壊れた街並みが復旧していたり、壊れた飛行機が目の前にあったり、前のシーンと次のシーンで何が起こったのか、結果と結果をつなげてセリフではなく見ている側に一瞬でその間を考えさせて、それをすぐに理解させてくれるんだ。そういうストーリー構成やと画面に食いついて見ちゃいそうやな。1シーンたりとも見逃せない感じや。下手な作画や雰囲気作りが下手だったら見てる側に理解させることはできないんだ。でもジブリという制作会社だからこそできる作画と作品の雰囲気作りのおかげで、絵と絵のつなぎでストーリー展開が理解できるようになってる。めちゃめちゃ濃い作品なんやな。だからこそアニメとして面白いんだ。時代とともに移りゆく日本の背景の作画、飛び立つ飛行機、壊れる飛行機、列車、軍艦、そういったあの時代の雰囲気を匂い立つほど描写してて、メインである飛行機の動きはさすがなんだ。宮崎駿監督、飛行機大好きおじさんやからな。飛行機が 270km で飛び、400km の速度に挑み込まれる。文章にすれば、たった一行でしかないシーンだけど、じっくりと、たっぷりと爽快感を味わせつつ、直後に喪失感を見せてくれる。おお。アニメーションという媒体だからこそできるシーンを、これでもかと表現している作品なんだ。それがわかるのが、震災のシーン。スズメの戸締まりでも賛否がありましたね。センスとしか言いようのない表現なんだよね。単純に画面が揺れる、建物が崩壊するという描写じゃなく、地面がまるで波立つようにうねり、叫びが聞こえ、小石が震える。宮崎駿という監督のセンスが垣間見えるシーンと言えるんだ。地震が生き物みたいに表現しとるんか。新海誠監督は生き物に抽象化しとったけど、ストーリー自体は単調なんだ。でもアニメーションとして見ていて面白いシーンが多くて、余計な言葉や余計なセリフがなく、ストーリーを進めて単調なストーリーを飽きさせない。宮崎駿監督だからこそ、ジブリだからこそなんやな。朴突とした主人公の人生を、一人の男の生きていた時間を詳細に綿密に描いてるんだ。例えばただサバを食べる、そんなシーン。そんなサバという魚の骨を美しいと思う主人公を描写することで、主人公そのもののキャラ描写と魅力と時代感の描写につながってるんだ。料理描写のこだわりは相変わらずなんやな。それと同時にキャラ描写にもつながっとるんか。私がこの作品で一番好きなのが風の表現なんだ。ほう。飛行機の機体に沿うように風が通ったり、吹き抜けるような風が吹いたり、時には震災の時に風が火を後押しし、震災の傷跡を大きくすることもある。場面ごとの風の表現が秀逸なんだ。そこまで。朴突な男だからこそ、感情をめったに表に出さない主人公だからこそ、彼の代わりに風がキャラクターの心理を描写してるんだ。時にそんな風が男と女をつなげてくれる。風は時に彼に味方し、時に裏切り、時に助け、時に背中を押してくれる。なんかええな。自分の妻との別れを風で表現しているシーンが私は本当に大好きなんだ。彼女は四季を悟っている。そんな姿を彼女は絶対に彼には見せないんだ。なんで？美しいままの姿を彼に見せるために、美しいままの姿で記憶してもらうためなんだ。あかん、もうけなげすぎてやばいヒロインやわ。彼女はある日突然姿を消すんだ。そんな姿を消した瞬間に
主人公の元に風が吹くんだ。彼は、そんな風を全身で感じ、何かを悟る。それが彼の風ですか？言葉でもない、絵でもない、声でもない、アニメーションという表現の塊が、あのシーンなんだ。宮崎駿という監督の才能とセンスと、彼が宮崎駿たるゆえんを感じさせる風が、この作品には常に吹いてるんだ。すごい。賛否両論になるのは、わかる作品ではあるんだ。庵野秀明監督の声優としての演技は、好みが強烈に分かれるし、子供が見ても、この作品の面白さは伝わらないと思う。渋い作品やもんな。その人が持つ価値観でも賛否が分かれるんだ。堀越二郎は仕事一筋で、仕事を辞めてまで愛する人のそばにはいかない。里見直子は自分の綺麗な姿だけを見せたいし、勝手に去っていく。二人とも身勝手な感じがあるし、そのあたりの身勝手さは人によっては好みが分かれるところではあるんだ。この時代の男女の価値観みたいなのもあるやろうしな。それこそ病人の横でタバコを吸うのもそうやし、私自身はそんな彼を自分に正直に生きてる男として、彼女を儚げで美しいと思ったんだけど、価値観次第では反対の印象を受けるかもしれないんだよね。難しいところやな。そういう感想を抱く人の気持ちもわかるんだけど、私はこの作品が大好きだし、名作だって言っちゃうし、何度見ても泣けるし、何度見ても新しい発見のある作品なんだ。もしかしたら10年前に見た時はつまらないって思ってた人も、10年経った今見たら感想が違ってくるかもしれへんな。うん、10年前に私も劇場に足を運んだけど、ジブリ作品だけど、老夫婦と顔年寄りが多く足を運んでたんだ。当時の私は26歳、今は36歳。10年前よりこの作品が刺さったんだよね。そういう作品ってありますよね。子供の頃に見た作品が大人になってから見ると感じ方とか違う部分があったりしますし、本当の名作はそういうものだと思うんだ。見る人に合わせるんじゃなくて、作品に見る人が合わせないといけない。宮崎駿さんは万人受けする作品を多く作ってきましたけど、この作品はわがままな感じな作品なんやな。いろいろな性別や年齢の1000人が見て、1000人が面白いと思う作品は存在しないと思うんだ。かつてのジブリ、宮崎駿監督は、1000人が見て800人が面白いと思うような作品を作ってきた。でも、この作品は、1000人が見て300人が面白いと思うような作品にしてるような感覚があるんだよね。当時は引退作として作っとったからこそなのかもしれへんな。この作品をまだ見たことがないって人も、10年前に1回は見たって人も、ぜひ、この機会に、もう一度見てほしいんだ。きっと感じ方が変わってると思うよ。ほなまた次回。じゃん。